セフセレブレズは、アメリカ合衆国の政治家、裁判官である。民主党に所属し、49代目クリーブランド市長、5代目、アメリカ合衆国保健教育副市長官、アメリカ合衆国第6巡回区構想裁判所判事を務めた。アンソニー・ジョセフセレブレズは1910年9月4日に、イタリア王国南部の町アンチで誕生した。セレブレズは九百十二年に、 両親、兄弟と共にアメリカへ移住し、オハイオ州クリーブランド市内のスラムに住み着いた。セレブレズは兄や姉らと靴磨きや新聞配達の仕事をして生計を立てた。セレブレズはクリーブランド市内の公立学校で初等教育を受け、1930年にクリーブランドのセントラル高校を卒業した。 セレブレズは1931年から1932年までジョン・キャロル大学で学んだ。セレブレズはボクサー、鉄道作業校、トラック運転手などの職について学資金をため、1934年にオハイオ北大学法科大学院に入学した。セレブレズはオハイオ北大学で1936年にホーム博士号を取得した。セレブレズは オハイオ州の失業保障局に就職した。1937年、セレブレズはクリーブランド市内で弁護士業を開業した。第二次世界大戦、セレブレズはアメリカ海軍に従軍し、太平洋地域での活動に従事した。1950年、セレブレズは民主党所属として、オハイオ州上院議員に選出された。 セレブレズは1951年から1953年まで、オハイオ州上院議員を務めた。民主党所属のセレブレズは、同じく民主党所属のラーシュ州知事と親しい関係を築いた。州知事ラーシュは、セレブレズを特に気にかけ、信頼を寄せた。またセレブレズは、議会で多数派を占めていた、共和党の議員とも友好的な関係を築いた。その一方で、 ラーシュ州知事を除く民主党上層部とはあまり良好な関係ではなかった。1952年に民主党内で連邦上院議員候補を指名する際、オハイオ州の党幹部レーミラーは州下院議員マイケル・ディサールを支持した。だが、セレブレズはカイアホガ軍の弁護士ジェームズ・カーニーを推薦し、セレブレズは強い反発を受けた。これにより、 同年のオハイオ州上院議員選挙において、セレブレズは、党の公認を求めることは、難しい状況となった。しかしながら州知事、ラーシュの強い野党しを受け、セレブレズは、オハイオ州上院議員選挙で、民主党の指名を獲得した。セレブレズは、一般選挙でも勝利し、オハイオ州上院に再任した。1953年のクリーブランド市長選挙で、勝利宣言をする。 セレブレズ1952年末にセレブレズは、クリーブランド市長選挙への出馬のため、オハイオ州上院議員を辞職した。民主党所属の現職市長、トマス・バークが、任期末で退くことを表明したため、民主党内では、公認候補として、カヤホガ軍の議士アルバート・ポーターを擁立することを決定した。セレブレズは、オハイオ州知事、ラーシュの支援を受けて、ポーターの対抗馬となった。 現職のバーク市長は中立を表明した。1953年のクリーブランド市長選挙は民主党の公認を受けたポーターと無所属のセレブレズ、そして共和党から出馬した少年裁判所判事、ウィリアム・マクダーモットの三つどもいとなった。セレブレズは一時投票で圧倒的大差をつけ勝利を決定的なものとした。時点は共和党マクダーモットで 民主党ポーターがそれに続いた。セレブレズは決戦投票でもマクダーモットを破り、第49代クリーブランド市長に当選した。セレブレズは、クリ、セレブレズは事務的な手法で都市の問題を解決し、有権者の信頼を勝ち取った。セレブレズはクリーブランド市場初めて5期連続で市長職を務めた人物となった。1959年の選挙では、 クリーブランドの33行政区すべてで勝利し、得票率73.8%という公支持で再選した。セレブレズ保健教育副市長官とケネディ大統領1962年に、ジョン・カイ・ケネディ大統領は、セレブレズに保健教育副市長官への就任を要請した。セレブレズはこれを受諾し、続くリンドン・ジョンソン政権でも保健教育副市長官を継続した。 セレブレズは1962年7月から1965年8月まで保健教育副市長官を務めた。セレブレズはケネディ大統領のニューフーロンティア政策とジョンソン大統領の偉大な社会政策で主要人物となった。セレブレズは社会福祉に関する18の法案を議会で可決させることに成功した。主要なものに 1964年の公民権法、1965年のメディケア法、芸術、人文科学法、初等、中等教育法、水質を抱く管理、空気浄化法、連邦タバコ表示広告法などがある。連邦判事時代のセレブレズの肖像がセレブレズは、個人的問題によりワシントン DC に居住することが困難であったため、ジョンソン大統領に対して、 オハイオ管区の連邦判事職を要望した。1965年、ジョンソン大統領は、セレブレズは第6巡回区構想裁判所判事に任命し、セレブレズは保健教育副市長官を退任した。セレブレズは1965年9月1日に就任先生を行った。連邦判事在任中の1998年10月29日に、 オハイオ州クリーブランドにおいてガンにより死去した。88歳であった。セレブレズの遺体は、オハイオ州ブルックパークのホーリークロス墓地に埋葬された。アンソニー・ジョセフ・セレブレズの父親は、ロッコ・ヴィンセント・チリブリッツィ。母親は、ドナートル・チア・マルコ・ジュゼッペであった。セレブレズは13人兄弟の第六子として生まれた。セレブレズは1938年5月7日に、 クリーブランド市内で小学校教諭を務めていたアンナ・マルコ・ジュゼッペと結婚した。セレブレズはアンナとの間に一男二女を設けた。アンソニー・ジョセフ・セレブレズをはを収集、ストム長官、ジェーン・アン・スーザン・マリー。ありがとうございます。